学校法人、総科学園は、宗教法人、総科学会が、母体の、修学前、初等、中等教育機関を有する学校法人。創立者は、池田大作会長。同系列の学校法人として、高等教育機関を有する学校法人、総科大学がある。在籍する児童、生徒の大多数は、総科学会の会員である。ただし、 非会員の指定も入学、在籍、卒業でき、入学試験の採点や児童、生徒に対する処遇、成績評価等の面で、会員、非会員の区別は一切ない。また、仏教系の宗教法人と関わりがある学校教育機関であるが、日連仏法を信仰する総価学会の協議に基づく宗教教育は施されていない。 創価学園の教育理念としては、創立者池田大作先生の教育思想は平和主義であり文化主義であり根本は人間主義。その思想に裏付けられた教育を創価教育と言い,い、その教育の使命は人間の生命や人権の尊厳を守り抜くことであるとの信念に立つ。人間教育の根本は一人一人の子供たちに深く内在している本質を 現実に表せるように手助けすることとし、また、よりよく生きていこうとする意志をたくましく育て、他者の痛みに同句する心を育てる教育に専念する。とされている。私が今から皆さんに望むことは、他人の不幸の上に自分の幸福を築くことはしないという心情を培っていただきたいということであります。すべてにわたって、この心を持ち、実践していったならば、 稀に見る、麗しい平和な学園が実現するでありましょう。地球は大きく、この学園は、その地球から見るならば、消し粒ほどのものであるかもしれない。しかし、原理は一つです。皆さんのささやかな実践は、そのまま人類の平和への軌道に通じ、やがて地球をも覆う力を持つはずであると、私は確信したい。そして、 平和の戦士の卵が、この学園から陸続と育っていっていただきたいので、あります。第1回入学式創立者の祝辞より、学園機構賞は、中央にペン、その左右に、放数の羽を図案化している。ペンは英知を表し、放数の羽は未来への夕日を意味する。スクールカラーの青は、英知、木は、栄光、赤は、情熱の意味が込められている。 ありがとうございます。